おはようございます。ここは宮崎県の日豊本線延岡駅です。今日はこの787系特急日輪号のグリーン個室に乗って大分まで行きます。これ空室から使用中に変えとかないと。クリーン席、指定席をご利用のお客様は、あらかじめこちらで確認を取れているお客様につきましては、改札をいただくことでいただいております。だからこれが電気スイッチで、この下にコンセントが1個だけついてるんだよ。これ一応4人用だから一人一人だけど、その一人の幅がそもそも広いから4人で乗っても全然広々乗れる。この座席だけだから普通のグリーン席の座席がついてると、まあそんな感じですよ。テーブルも開閉式だし広いね。でもここちょっと置くのリスクちょっと端っこには置かない方が良さそうだ。このグリーン個室は4人定員なんですけど、1人で乗っても4人で乗っても個室料金が3200円なので、まあ、できるだけ大人数で乗った方がお得になります。まあ、でも2人以上で乗るんだったらこのグリーン個室すごくおすすめですね。この金額で乗るんだったら十分安いと思います。日豊本線の宮崎と大分の県境の区間はもうずっとこんな感じで、もうすごい森の中を抜けていくっていうような感じですね。もう本当に周りに何もないようなところです。そろそろそう、ここ総太郎じゃないかな。総太郎、総太郎筒駅みたいな駅。もう総太郎だ。めっちゃ筒駅みたいあれが秘境駅の総太郎通過。このお客様は切符の取り忘れにご注意ください。お余裕で待機を出ますと寝れますね。隅は隅に止まります。 Attention please, you will soon be making a brief stop at Saiki. After leaving Saiki, we will be stopping at Fumi. Thank you.これも寝台特急並みの快適さですね。ありがとうございます。やっと町らしいところに下ってきた、ね、山越えが終わって佐伯の町中へ寝ながら移動できるのは素晴らしいですね。延岡から大分2時間で約2時間ぐらい、結構大きいでしょ。2時間寝て寝ながら横になりながら移動できる。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点大分です。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。本日は特急日輪をご利用くださいましてありがとうございます。どういたしまして、またのご利用をお待ちしております。Attention please. Thank you for using JR Kyushu Railway. We will soon be arriving at Oita Terminal. Thank you for traveling with us and we look forward to seeing you again.JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点の大分に着きます。いやでもやっぱ雨だな。皆様とその時ご注意ください。今日は天気がずっと悪そう。車内にお忘れ物ございませんよう毎日お手回り品を確かめください。終点大分より乗り換えのご案内いたします。いや快適でしたね。お世話になりました。